明かりの守り人。それは灯台の光に宿りし聖なる魂。彼らは陸の最果てに佇み、海にはびこる魔物スイカと戦うために生まれた。しかし88年前の大海嘯により多くの守り人は傷つき、世界はスイカの闇に飲み込まれようとしていた。そんな壊れかけの世界に一筋の希望が差し込む。今日から配属されました藤倉多門と申します。きっと皆さんのお役に立ってみせます。初出勤にしてこの特大任務、僕たちも行きましょう。沖縄に今夜もお出ましのようだね。島のみんなの分までガツーンと殴ってやらないとね。行こう、カッシー。まさか俺が沖縄に行くことになるとはな。力を貸してくれブラント。見よ、神は雨雲の上に光を広げ海の底を追え。88年間スイカに押され続けてきた形勢が今逆転しようとしている。今夜君たちの手で必ず勝利をつかみ取るんだ。お前が思うより沖縄は危険な状況だ。シーリ、避けろ。この島を誰より愛する運命を背負わされてきた。きっと私と同じ夢を。これは傷だらけの守り人たちが光を取り戻し再び絆を結ぶ物語。第1章、琉球の風。カッシーもいい加減沖縄の魅力に気づいたんじゃない？興味ないって言っただろ。